この話は今から1年前に遡り、軍事演習を終えた中国空母遼寧が中国へ帰還した裏側に隠された真実を語るものとなっているよ。当時は日米ともに睨みを利かせており、そのため中国空母3艘が動かないという事態に果たしてどのような対処をしたのか注目してもらいたいぜ。中国は日本とアメリカにとっては警戒せざるを得ない国だからね。そうだね。今回は沖縄台湾を舞台にした遼寧と中国艦隊の動きを見ながら詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年4月9日、南シナ海のアメリカの空母ルーズベルトが中国の遼寧打撃群を追跡中というニュースが飛び込んできたよ。大国同士の空母打撃群が対峙したという緊張が走る事態を感じたことを今でも覚えているよ。最終的には遼寧が我慢比べに負けたような状況になり、動き出したせいで中国の打撃群の情報を全てアメリカが手に入れた結果となったんだけどね。報道された6日前の2021年4月3日、海上自衛隊は中国の航空母艦遼寧と駆逐艦3隻、フリゲート艦1隻など合計6隻の艦隊が沖縄本島と宮古島間の公海を通過したと発表したんだけど、実はこの艦隊の行動を追尾していたことも公にしていたんだ。この中国艦隊の追尾と監視業務に従事していたのは海自の護衛艦鈴月と P1 哨戒機、P3C 哨戒機等の航空機だったんだけど、もともと中国の艦隊の動きは公海上の通過で特に問題となる行動は見られなかったよ。そもそも遼寧は中国海軍初の航空母艦であるわけだが、練習用艦艇という位置にある艦隊なので、護衛の艦艇と艦隊を編成して太平洋方面へ向けて軍事演習をするために航行していたものだったと捉えているぜ。そして沖縄本島と宮古島間の公海を通過した3日後の4月5日には中国海軍が航空母艦遼寧等の6隻の艦隊が台湾沖太平洋海域で軍事演習を行ったと発表しており、まさしく台湾やアメリカに対する G 行動だろうと捉えて間違いないだろうな。これまでも台湾の防空識別圏へのいたずらな侵入を繰り返してきた中国だけど、冬季北京オリンピックを控えていた2021年に入ってすら侵入回数は増える一方だったんだ。本県の遼寧を中心とした艦隊の軍事演習に関しても、皆を言うまでもなくそのような恣意的な行動の一つと言って良いんじゃないかな。また、恣意的に海洋進出を続ける中国の動きに呼応したかのように、米海軍は4月9日、大型の原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトを中心とする空母打撃群を南シナ海に派遣したことを冒頭で述べたように報じたというわけ。この母艦はまさしくアメリカ26代大統領の名前と同名で、史上最大の軍艦と呼ばれるほど巨大に指定用のあるセオドア・ルーズベルトだけど、この空母打撃群にはアーレイバーク級駆逐艦のラッセル、やエコンデロガ級巡洋艦のバンカーヒルが組み込まれているだけでなく、護衛艦として複数のイージス艦を従えているおそらく世界最強の打撃群と言っても過言ではないんだ。これらの艦艇に加えて2009年に就役したワスプ級強襲揚陸艦のマキンアイランドも合流しており、人用を聞いただけでもアメリカの威信をかけたかのような、かなり大掛かりなものだったことであるのは確かだね。この世界最強の打撃群が軍事演習を南シナ海で行ったことを公表すると同時に、この行動が中国への牽制行動であることを明示していたよ。世界の軍事大国である中国とアメリカの両国が航空母艦を中心にした、空母打撃群艦隊を繰り出して近くの海域内で軍事演習を実施したということは、ほとんど差のない戦力を見せつけようとしたのではと感じるんだけど、明らかに2つの国で比較すると大きな差があることを知ってもらいたいんだ。まず、中国艦隊の中心は空母遼寧においては、前述した通り練習艦ということからも、艦載機も少数しか搭載できないし、航空機を発出するためのカタパルトもついていないため、空からの攻撃に使える兵器の攻撃力はアメリカとは月とすっぽんのレベルってわけ。また、中国艦隊に随伴させている駆逐艦を見ても、中国製イージス艦と言っているんだけど、アメリカのアーレイバーク級駆逐艦やタイコンデロガ級巡洋艦などに設置されている本家本元の、イージスシステムとは雲泥の差があることは言うまでもないだろうね。中国の水上戦闘艦は母艦である航空母艦の防衛が本来の主な任務だったんだが、長い時間をかけて積み重ねてきた複数のターゲットに対する防空対処能力に関しても、まだまだ中国は米海軍の水準には達していないと推測されるぜ。要は万が一この2つの空母打撃群同士が真っ向から対峙する事態になったとしても、現時点では攻撃力、防御力において中国海軍が米海軍より圧倒的優位に立つということは皆無ってわけだ。もう一つ付け加えさせてもらうと、空母打撃群には必ず攻撃型潜水艦がついてくるはずなんだけど、両国潜水艦の性能を比較して対潜戦哨戒能力の観点からも、中国海軍の低レベルなので正直脅威とは感じられないね。
もっとも中国はそんなことを痛感しているからこそ、自身に全く勝算のない現時点での空母打撃群同士の衝突などは微塵も考えていなかっただろうしな。もしも衝突したら中国自身が大きな痛手を負うことは目に見えていたよね。だから米海軍に対してはあくまで威嚇程度に止めたんでしょ。中国が武力を行使するならば、アメリカのような軍事大国ではなく、自分よりもずっと力が劣る相手を選び、さらに条件を加えれば最大の強敵国であるアメリカと政治的にも少し距離のある国で、例えばフィリピンやベトナムあたりを狙う可能性は十分にあり得るよ。長い間、米軍基地を置いていたフィリピンだったけど、増大する基地負担金が国家予算を圧迫して、ピナツボ山の噴火などもあったことで1992年には駐留米軍基地を撤退させたからね。米軍がいなくなった後のフィリピンは中国に接近していたようだが、南シナ海への海洋進出を進める中国と、スプラトリー諸島の領有権をめぐって今もなお対立が激しくなっているところだしな。2021年3月にはスプラトリー諸島内のウィット山エクリ周辺に中国船舶が200隻以上も集結させていたことが確認されており、フィリピンはこれに抗議する目的で、FA-50PH 戦闘機をスクランブル事態として出撃させているみたいだね。この FA-50PH 戦闘機はもともと韓国製で、購入した国の多くでは通常練習機として使用されているんだけど、フィリピンでは唯一無二の戦闘機として実戦配備していたため、これを投入する姿勢を示したことで中国へ対抗する意思を明らかにしたということになるよ。要するに虎の子の戦闘機を見せて脅しをかけたことと同じで、こうしたフィリピンの動きに対する中国海軍の動きとしては逆鱗に触れたかのように、ウィット山礁周辺海域に新型の22型ミサイル艇を投入したようだぜ。この船艇は対艦ミサイル8発、防空用にも使用可能な 30mm ガトリング機関砲を備えた艦隊であり、フィリピンに舐められた行動の当てつけとばかりの中国の威圧行動と捉えてよいだろうね。フィリピンの韓国製 FA-50PH 戦闘機が中国側の予想を裏切って急接近したら、格下の相手とみなしている中国は対空兵器としての 30mm ガトリング機関砲を縦横無尽に乱射する可能性も考えられるってわけ。いずれにせよ、南シナ海における緊張の度合いはここ数年で飛躍的に高まっており、中国が事を構えるとすれば軍事大国アメリカではなく、日本も含めた自分より力が弱いと上から目線態度で臨める周辺国を相手にした事態が確率としては高いんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、卓球についてだよ。やっぱり卓球といえば、中国だよね。なんたって世界ランク一桁の奴らがゴロゴロいるし、映画なんかでもよく卓球をしているよな。でも実は中国が強くなったのはここ数十年のことなんだ。それまでは現在のようには強くなかったみたいだよ。でも中国発祥なんだよね。それなのに弱かったの？それが実は中国発祥じゃない説が出ているんだ。ならどこ発祥なの？それを解説していくよ。まず発祥とされている国は、フランス、イギリス、インド、エジプトの4つの国が説になっているんだ。卓球の起源はテニスから来ていて、どこの国もテニスが強いことから、来ているみたいだよ。そうだったんだ。でもなんで中国があんなに強いのかな？それはね、中国が卓球王国として頭角を現すのは1950年以降なんだ。それまでは、世界の中で卓球の強豪だったのは日本だったんだよ。そうなんだ。今でも日本は強いよね。そうだね。日本のメーカーが従来のラバーを裏返して使う裏ラバーなど、画期的な卓球用品を次々と開発したんだ。そして卓球全盛期を迎えた日本だけど、それを見て中国がものすごい対抗心を燃やしたんだ。やっぱり中国は日本に突っかかるのが好きだよな。ほんとだよ。そこで中国は国を挙げて卓球の英才教育をした結果、中国から強い選手が出てくるようになり、やがて、表彰台を独占していくようになったんだ。強い選手が出てくるとそれに勝とうとするから、どんどん強くなっていくっていう方式だな。まさにそれだよ。そして、中国国内で競争率が高くなり、より一層卓球の技術に磨きがかかっていったんだ。その結果、中国では世界ランク上位の選手が誕生し、卓球王国として名を馳せるようになったんだ。こればっかりは、その英才教育を生んだ中国を褒めるしかないだな。でも近年日本のスポーツはどれも強くなっているから中国なんて目じゃなくなっていくだろうね。確かに、日本もいろんな英才教育を受けれる時代になったからね。さすが日本って感じだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。